のりちゃん。のりちゃん、サンタさんになったの？あれ、のりちゃん、ヒゲになっちゃった。のりちゃん。はい、じゃあね、のりちゃん、じゃあお座り。のりちゃん、12月のね、24、25、クリスマスが。もう家取ってあげよう。クリスマスがあります、のりちゃん。ダメだこりゃ。そんなのりちゃんにね、クリスマスプレゼントあげましょう。こちらですね、こらし、静電気がすごい。はい、おっととね、グランディリ、ちょっとね、いい感じのやつですね、の、チキンチーズとチキンベジタブル2つあるんで、どっちがいいかちょっとのりちゃんに選ばせましょう。はい、でね、この2つありますので、のりちゃんにね、先に倒した方を今日食べさせましょう。のりちゃん、よし、のりちゃん、よし、のり、ほら、それ靴下。それサンタさんに靴下必要だけど。はい、どっちがいい？お。はい、ということで、じゃあのりちゃんが選んだのは、チキンの方ですね。チキンチーズの方だ。チキンチーズの方でした。もう箱ぐしゃぐしゃ。のりちゃん曲げるから、ちょっと待って。のりちゃんお座り。はい、中はこんな感じ。ちょっとキラキラしてて申し訳見づらいですけど、グランデリですね。で、ワンちゃん専用オットって書いてありますね。この一袋が入ってましたね。のりちゃんめっちゃ見てる。うわ、超丈夫。はい、見た感じはですね、もう普通のオットとと一緒ですね。のりお座り。一個食べてみていい？あ、え、結構塩味ついてる。なんか人間でも塩味感じるぐらいついてるね。おっておかわり、おかわり、ふせ、よし。のりちゃんね、最近伏せまで覚えたんですね。伏せの時サバーって伏せしてたのにさ、よしっつった瞬間俊敏なんですよ。食い地張ってんだな。美味しそうに食べてるね、のりちゃん。のりちゃん、いい音させるね。めっちゃいい音してる。はい、あっという間に完食です。美味しかったね。ということでね、のりちゃんね、サンタさんにはなれなかったけどね、プレゼントは喜んでくれたみたいです。はい、ね、これまあ一袋、何グラムだろうこれ、50グラムか、50グラムってなってます。で、まあもちろんワンちゃんによってね、食べる量決まってますので、開けちゃってまあ一袋入りなので、まあ開けちゃって残、なんだろう、しけちゃうなって時は飼い主さんも一緒に食べられますので。というのお菓子ではございませんって書いてるから。いや、だけど別に食べちゃダメなわけじゃないじゃん。やめて。美味しい。だって元、だってドクフードだって結局は最後人間の舌が食べて確かめるんだから大丈夫だよ。まあただメーカー側は推奨してないので。ただ美味しいです。はい、じゃあお座り。最後に挨拶しましょう。俺の口からおっとっとお匂いがするから。はい、ということで、クリスマスのりちゃんでした。次はお年玉かな。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。のりちゃん、どうでしたか、クリスマスプレゼントは。ちょっと早いけどね。安いな。まあね。また何かあったら、うわー、ちゃちゃのりちゃん、今度はだからケーキとかね、なんかあげられ、あと年越しそばとかね、なんかあげられたらあげたいと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。